私の心はもう折れました。サムネを見てもらったら分かると思うんだけどね、サムネ撮影中に中身が溢れて、もうそのままサムネにしたっていう感じなんだけど、聞いてよみんな、今までシーンをほんといっぱい買ってきたよ。いつも言ってるけど、 YouTuber さんの中で四天王に入るぐらいシーンを買いに買いまくってると思うんだけど、初めて箱がもうはち切れて届いたの。でもね、見て分かったんだけど、今もうこんだけ入ってるんですよ。なんだけど、いやもうこんだけ入れたらはち切れちゃうよって。もうどの段階ではち切れたか、真相はそんなもの闇の中なんですけど、これは逆にどうやってここまでちゃんとよくたどり着いたねって感じでね、もうほんとたどり着いて何よりっていう感じだったんですけど、今回もねちょっと久々な感じがするけど、シーンを爆買いいたしました。そしてそして、いつもと撮ってる場所が違うから、ちょっとライトとかが結構不安なんだけど、実はここ Y の寝室になります。サブちゃんとかでさ、寝室 DIY みたいな、なんか理想の部屋にするんごみたいな感じで動画撮ったことあるからみんな知ってると思うんですけど、まぁ、ちょっと一替えとかはしたものの、ここは寝室です。 Y がなぜ寝室で撮ってるかっていうと、弟がね自分の家が見つかるまでここにいるということで、いつも撮影してるスペースが弟の部屋の横なのね。だからちょっとね、いびきが聞こえる。ただいまの時刻ね、朝の5時なんですけど、もう外は明るくてね、でも弟は寝てますから、弱いは起きてますから、完全に生活リズム逆なんで、ちょっといびきが入ってほしくないなーっていう気持ちもあるし、Y の声って結構でかいの、結構大きいので、一番遠い寝室に来ました。でシーンを開封していく、今日はそういう動画となっております。あとなんか、特に言うことないかな？ちょっとみんな気になる部分ある？今日ちょっとムラシャに失敗して、前髪あたりがすごいムラになっているというとか、なんかこの辺ちょっと黄色い、この辺もちょっと黄色いとか、なんかそういうのあるし、あとちょっと化粧を変えて、インスタライブとかでめちゃくちゃ好評だったんですけど、そのメイク動画もまあ後で撮りますとかいう、なんかちょっと口みたいなのも挟みの、何か変わったことは、言い残したことはない。あった。今日の動画はね、ちょっとスピード感重視でいこうと思ってるの。なぜならば、最近のワイの動画は、ちょっと長すぎるなって思ってて、ちょっと短い動画を撮っていきたい。今日はね、ちょっと頑張る。なんだけどね、このシーンね、50アイテム購入いたしました。やばいよね。相変わらずね、いっぱい買っちゃったんですよ。もうね、買う手が止まらず、50アイテムで51,449円が、値引かれまして、36,186円です。約36,000円分の買い物ということで。でもね、今回、服ばっか買ったんですよ。春をさ、もうこれで乗り越えようと思って。だから結構気合の入った買い物になっております。で、この後ルックブックも撮るんだけど、それもお楽しみにということで。もう早速紹介していこう。最近 Y の動画ちょっと長すぎてさ、自分で見てても、編集してても、クソ大変だし、見てるみんなも大変だと思ったから、動画によって短くしたり長くしたりすることもあるだろうけど、一旦この動画は頑張って短くなるように、頑張ってみる。頑張った結果が今の動画の長さなんで、そこもご了承ください。ということで、レッツラゴー。ゆっくりしていってね。それでは今日の動画はちょっとバタバタするんで、 BGM もバタバタさせていきましょう。みんな瞬きせずに見てね。ということで BGM もスタート。それでは早速購入品の方を紹介していきます。これはなんだ？なんかね、白い薄い布が届いてる。じゃじゃーん。あ、これは、わいね、こういうタイプの服めちゃくちゃ好きで、ちょっとこう、はい、で、ちょっと、りちゃん、はい、噛んじゃダメでしゅ。鼻血。鼻血できる？はい。甘えて鼻血で。うちゃー。これね、このタイプの服がめちゃくちゃ好きで、胸元がね、ちょっと微妙に開くんですよ。この、なんか微妙に開くのがめっちゃ可愛くて、デトレディウィズミーとかでグレーのタイプの、なんかちょっとニットっぽいこれを着てたと思うんだけど、それのね、ちょっと春っぽい生地のサマーニットっぽいひんやりしてるやつ買いました。で、これもちょっと開けていく。あ、
これはね、白い編みタイツとルーズソックスのセット、バレーコアっていう名前の服をやってみたくて、でこれを買いました。てか2つセットなの結構激アツじゃない？いくら？574円。やばいよね、シーンで買うとマジでいろいろ安いから、こういうタイツとか穴が開いちゃったら捨てるようなものとかはシーンで買うのマジでおすすめ。で、ラジー、じゃん、え、かわいい。これ個人的な趣味が入っている気がするけど、これもね、春に着れそうな、ちょっと薄いニットのパーカーみたいな感じになってるやつ。これね、真ん中に、なんちゃらエンジェルって書いてある。ちょっと読めませんけども、英語が書いてあります。なんかやばい英語じゃないことだけを願う。じゃあ次、じゃん。あ、これはね、あの、マジ、一か八かで買ったやつ。スキニーって骨ストマジバカチコるんですけど、これちょっとね気になってたの、骨ストが履けるらしいんだよね。だからちょっと買ってみました。着るの楽しみ。これマジ似合わなくてジョジョコーデになるか、似合ってマジ今時お姉さんになるか、それはね本当に二択で一か八かなんですけど、楽しみに取っておく。てかさ、ベッドの上で荷物を開けるの抵抗ある人います？はーい、めちゃくちゃ抵抗あるんだけどさ、もうほんと致し方なく撮ってるっていう感じで、あとでもう死ぬ気でコロコロかけようと思うから、気になった人すいません。次、じゃん。あ、これね、あの絶対可愛いやつ、ルンウェイの服なんだけどさ、これね胸のところにねこんな感じでベルトがついてるんですよ。絶対可愛いよね。袖のところはねちょっと長めになってて、あ、これ穴とか開いてたらもっと可愛いから自分で穴開けちゃおうかな。これはねずっと前から気になってたのなんだけど、なかなか買う機会がなくて今回やっと買いました。で、次、待ってくださいよ、これ絶対あれだ、靴下の2本セットで、しかもこのリボンがついてる野球。やっぱこういう靴下とか消耗品とか、こういう靴下前にも買ったことある記憶だけど、2足セットのは初めてなんですよ。可愛い服装に最近目覚めてきて、24歳にしてちょっと可愛い服をねいろいろ着るようになったんですよ。なのでそういうね服が多めかも。多分みんなにも結構刺さるんじゃないかな。次、じゃん。あ、これ絶対可愛い。これもずっと気になってたスカート、横がねこんな感じでリボンになってるやつ。で、これ中は、あ、待って、これあれだ、ズボンスカートになってないわ。パンツ見えちゃうね、きっと。だからインナーパンツとか履くといいかも。うん、可愛い。なんか意外としっかりしててよかった。シーンのスカートとかってなんか当たり外れ結構あるなって、こういうフリル系のスカート特にそう思ってたんだけど、良さそう。次、じゃん、です。めちゃくちゃシンプルめのトップス。春ってさ、可愛い服着れますから、マジで。もう冬は、ボツストもほとんど諦める服が多いんだけど、春とか夏になってきたら、もうギャンギャン肌出して、ギャンギャン目立って、いい体を見せつけようね、みんな。一緒に頑張ろう。次。あ、これ白のトップスだ。で、これ真ん中にリボンがついてて、これもちょっとシンプルめかな。白はね、インナーが結構大事だから、これもルックブックの時に調節していきようと思います。これの前にね下着をねシーンでいっぱい買ってて、インナーの下着みたいなのもあった気がするから、もしルックブックで紹介できそうだったらするね。次、じゃん、これもねスカートです。さっきのスカートとはねちょっと違うの、色地に見えるだろうけどちょこっと違うんですよ。なんか素材がね刺繍がいっぱいついててっていう、でリボンがついてる感じの。さっきのスカートはねもうちょっとつるっとした素材なんですよ。これもね着ますから。バレーコアといえば白のイメージがあって、白結構買ってます。いいね、待って、当たりばっか。次、にゃーん、これもグレーのシンプルめのやつだ。これちょっと買おうか迷ったんだよ。事故りそうな気もするんだよね。ワイダ着るとインナーインナーしそうな気がして、ちょっと下着っぽい感じ、言葉で表しづらいんだけど、ワンチャン事故る気がした。でもちょっと挑戦枠で買いました、これは。次、にゃん、また薄い布だ。あ、ワイの好きなやつ、ここが開くよーっていうやつ。だけどはね全然素材が違う、レースみたいな、ほんと透ける前提で作られてるやつだから、インナーとかも可愛いのとか着るといいかも。それこそ今ねワイが着てるインナーがめっちゃ可愛くて、あ、これね、これパーカーもシーンのやつです。前の購入品紹介で紹介したの、これ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 。このインナーさめっちゃ可愛いやん。はい、これまた D ちゃんが食べてる。D ちゃん話をできる。
遊びたいね。遊びたいけどさ、撮影頑張ってるからさ、いいですか？話してくれないみたいなんで、このまま行きますね。これとさ、こう合わせたらさ、ここがちょっとこう開くわけよ。かわいいよね。サブカル系でも合わせられるし、全然こういうさ、派手なインナーじゃなくても、シンプルめなインナーでも絶対に合うからいいと思う。ちなみにね、これ今履いてるこのグレーのズボンもね、あのシーンのやつ。今日オールシーンだな。次次。じゃん。うわ、ワンピースだ！これどうなんだろう。いや、ちょっとね、これも挑戦枠なんですよ。ワンピースシーンで変えて、で、それで可愛くて、こう1枚で出かけられるってなったら結構でかいじゃん。だからワンピースはね、シーンで変えるようになったら最高なんだけど、丈感とか、コツストってワンピースめっちゃ難しいからちょっと悩んだんですけど、買っちゃいました。じゃあ次。これは、あ、待って、これあれじゃん。前にルックブックですごく好評だったルックの色違い。前ね、白のやつを買って全身白コーデ組んだんだけど、これの黒バージョンが欲しくて買いました。これ絶対可愛い。次。いいね。箱がね、もう3分の1空いてる。ワイの購入品紹介では考えられないぐらい空いてるわ。じゃじゃん。こちらも。すいませんね。挑戦枠でございます。ジョジョコーデになるか。可愛く着れて、お姉さんコーデができるのか。こいつらにかかってるから。骨ストって、こういうスキニーでも、膝から下が広がってるズボンなら履けるらしいんだよ。だから、ちょっと色違いみたいな感じで買ったんだよね。こっちはグレーで、こっちは黒みたいな感じで買いました。ちなみに前は、真っ黒のスキニーが好きで、昔バイトとかの時よく履いてた。セブン店員をね、3年間やってたんですよ。その時マジでスキニーお世話になったね。懐かしい。それでは次。あ、ショートパンツだ。どうかなこれ。ワンチャン事故りそうな感じもしなくもない。ちょっと生地薄めかも。もうちょっとしっかりした生地がいい子とかは、これじゃない方がいいかもしれない。でもまあ、履いてみないとぶっちゃけわからないからな。これはルックブックに期待ですね。あ、若干ウエスト部分伸びる。いいかもしれないね。次。他の YouTuber さんの動画とかをね、あ、ちょっと話が脱線するんだけどね。他の YouTuber さんの購入品紹介とか見てると、50点でも16分とかなの。やばくない？ 50 点で16分って、どういうことと思って。上手なんだよみんな。短い時間の間で、その商品の良さを見せるとかね、ほんと上手で、わいもう下手くそすぎて喋りまくってたから、今回はね、頑張って。語彙力を磨いて、磨けてるかわからないけど、今回の動画で磨けるようにね、頑張りながら動画を撮っていこうと思っている次第である。これめっちゃ可愛いの。やばくないこのスカート。多分画像が出てると思うんだけどね。画像の方が絶対わかりやすい。前が短くて、後ろが長くなってるの。白いスカート。で、黒いリボン。最高に可愛くない？いやもうめちゃくちゃ、ほんと、買うってなって買っちゃったやつ。次。じゃーん。かわいいね、これ。これはね、さっきの黒いズボンの色違い。ピンクのスカート。これ髪がピンクだからさ、なんか全身ピンクとか言ったらちょっとなんか大丈夫かなって思われるかもしれないけども。なんかね、そういうコーデも挑戦してみたくて。まあ、バレーコアメインと言いつつも、なんか淡い感じの黒い服も好きだから着るけど、そういうコーデを今回のルックブックではね、いっぱい組みたいの。今見せた服でもさ、ちょっとこうコーデをみんな予想すると思うんだけど、結構ワクワクしない？絶対可愛いコーデが組み上がると思ってね。今回は頑張りました。またピンク！ピンクのインナー出てきたー！可愛い！やばくない？超可愛い！これとピンクのスカート合わせてみんや！もう絶対に可愛いんだから！いやーなんか我ながらね、やっぱシーンをね、もう幾度となく買い続けてきた女ですから、やっぱり徐々に上手になってる気がする。あ、上手になっていると言いつつ、またほんと色違いが出てきちゃった。スカートね、マジめっちゃ種類あったの。色がね、めちゃくちゃあったから、ピンク、黒、白って3色買った記憶です。他にもたくさん色あったから、みんなも見てみて。次！いやー、いい感じで進んでおります。ただいまね、撮っている時間はね、26分。やばい！我ら26分で動画をね、こんな半分ぐらいまで回せてるなんてもうまずないから、絶対に2時間半とか、3時間とか回してね、40分とかの動画にしてるんだけど。ピッちゃん？またりちゃんに食べられてます。話できる？あー、紹介できないんだ。そんなことしちゃったら、なんか見えなくなっちゃうんだ。ダメ。あ、おいちおいち食べに行こう。ママだけおいちおいち食べに行きます。さよなら。ワンちゃんにはね、ブツブツ交換がいいらしい。ブツブツ交換のもの持ってきた。はい、どうぞ。ありがとう。ただ取るだけじゃなくて、なんかおやつとかをあげて、ブツブツ交換ってすると、心よく渡してくれるようになるんだって。ってことで、紹介できます。これもね、めっちゃ可愛いインナーなの。それこそさっきのね、トップスとかと合わせようと思ってて。じゃーん。可愛くなーい。十字架が入ってて。お前が好きそうでしょ？好きです。あのね、イルカショーな人みたいにポッケに入れてきた。おしまいはい。これ
でちょっと変えてて。次が、あ、これもインナーだね。ちょっとインナーが多め。あれ待って、これなんか、え、なんか見たことない、違うやつかな、これ同じの2個買っちゃったのかな。いやいや、そんな、さすがにないと思うけど、なんかちょっと似たようなやつ買っちゃったな。これも白いインナーです。ちょっと分からなかった。あ、替えのボタンがついてる。さあ次、じゃん。え、待って、天才的に可愛いトップス出てきた。え、これお前着れるかな。え、お前が着たら犯罪になるでしょこれ。可愛すぎてさ、ちょ、違う、可愛すぎてって、ワイが可愛すぎてじゃなくてさ、このトップスが可愛すぎてワイが着ることによって良くないことが起こるんじゃないかって。語彙力どっか行っちゃったじゃん。とにかくそんぐらい、めっちゃ可愛くないこれ。やば、黒とピンクって最高だよね。たら次、次、じゃん。あ、可愛い、じゃーん。これはショートパンツですね。で、ワイがね、ずっと欲しかったここにチェーンがついてるやつ。これもね、なんか買うタイミングを逃しに逃しまくってやっと買ったっていう感じなんだけど、着るのがすごく楽しみ。次、じゃーん。え、待って、めっちゃ可愛いやん、何これ。こういう形のトップスめっちゃ好きなんだよね。絶対ね、ウエストとかもキュッて細く見えるから骨ストが絶対に優勝する。これいいね。次が、これもトップスだけどあれだ、一番最初に出てきたトップスの色違い、これ黒バージョンですね。こういうさ、ひんやりとしたサマーニットがめちゃくちゃ好きなんだよね。結構買っちゃう。次、あ、これはね、TikTok で着てる子がいて、もうめっちゃ可愛くて買っちゃったんだけど、Y はね、似合うかわからん。骨スト結構事故りやすい服だと思う。うさぎが書いてあるニットの半袖。で、これね、袖につけるやつもついてて、ここがね、開く感じですね。なんで Y だったらタトゥーが見えてちょっと可愛いかなと思って買いました。次、あ、なんかでっけえ箱が入ってる。靴かな？なにこれ、すごい、シーンからのお手紙みたいなの入ってる。靴の履き方がついてる、すごい。これはね、あれです、バレーコアの服装を組むときにさ、靴がいいのなくて、で、一足買っとこうと思って買ったやつですね。おとぎ話とかに出てきそうな靴。こういうの一足持っとくとさ、靴ってもうずっと履くじゃん。シーンの服って長く着れないよみたいなこと言われてたりもするけど、おい、靴とか超履き潰してるぐらいね、あんま外出ないですけど、ずっと履いてるぐらい履いてるから、靴とかはね、マジでいいね、買って損なし。で、次が、じゃじゃーん。あ、これも可愛かったんですよ。これはね、サブカル系な、地雷系な服にちょっと合うかなと思って買ったやつなんだけど、どうだろう、ルックブックに地雷系の服装出すかな、ちょっと微妙なんだよな。 Y が勝手に欲しくて買ったものだから。で、ルックブックは結構需要がある服装を出したいなと思ってるから、ちょっと迷いどころ。次、じゃーん、靴下。後ろがね、モリモンが編んであるの、めっちゃヤバくない？可愛い。え、すごい、靴下屋さんみたいにもう真ん中に金具までつけちゃってるじゃん。え、どんどんクオリティ上がってない？すごすぎ。次、じゃん。これもね、可愛くて買っちゃったんですよね。こういうの大好き。これをね、家とかで着てるんだよね。かわいいよね、こういうの。家とかで着てさ、ちょっと写真撮りたいなーって時とかにさ、お、なんかちょっとおしゃれな部屋着ですね、みたいな。そういうのを狙ってね、結構買ったりしてる。結構こういう楽なパーカーとかに行き着いちゃうんだけどね。ああ、もうそうやって曲げる、この服。それ可愛くてみんなに先に紹介したかったやつなのに。次、これもね、トップスです。春ってさ、なんかこうトップスで遊ばなきゃいけないなって思いつつも、結構ワンパターンになりがちだよね。骨ストとかはね、こう胸ぐら空いてるやつとか、ピチッとしてるやつとかを着るとね、体が漏れるから買いがちだけど、でもいいんです。何が大事かって、漏れるか漏れないかが大事なんです。あ、待って。これでラストだ。これ、このインナーだ。これ。こういうのが欲しかったの。ここに紐がないタイプのインナー。これめっちゃ可愛いよね。これをね、さっきのさ、服とかに着るといい感じになるんだと思う。ってことで、服はもう紹介し終わりました。あとはね、小物少ないよって言ったんだけど、いくつかやっぱあるわ。わいことだからね。いっぱい買ってたので紹介していきます。じゃん、つけま。みんな、これもう見覚えあるべ。これを5個買いました。今ね、Y がつけてるこのつけまつげが、これなんですよ。もう本当にこれ、超愛用してる。シーンでね、つけまは買った方がいい。本当に安いんだから。やっぱりドンキホーテとかと比べちゃうとね、何分の1の値段で買えるのってぐらい安く買えるから、すごくおすすめです。で、次にこれ。完全にこれはね、C 私欲のもと購入したものになる。コードをさ、束ねておけるやつ。
ちょっと欲しくて買いました。充電器とか、それこそあのね、今カメラ充電しながらさ、撮影してるんだけど、そういうコードとか、そういうのをね、収納したくて買いました。ちょっと下着とか入れるのにもね、多分いい感じに下着収納できると思うから、別の用途でも使えると思います。次が、じゃん！こちら。みんなこれ、ちょっと懐かしくない？バイさん、春とか夏になると、肩パッドをつけるようになるのね。やっぱこういうのって、重要だなと思うようにね、この時期になるとね、すごく思う。骨太って二の腕が結構パンパンになっちゃう骨格なんですよ。だから肩のところがこう丸くなっちゃうって人多いと思うんだけど、この肩パッドつけることによってちょっと肩がさ、中国のモデルさんみたいになるっていう、もうずっと言ってるけど、なんで今回も買いました。これがないとね、春は始まらんのよ。次、じゃん、タイツ。リボンがついてるタイツだ。これちょっと紹介し忘れ、あともう一個紹介し忘れがある気がする。これだ、これが靴下で、これリボン。バレーコアのね、撮影をするのにリボンがいるでしょうということで、2種類買っている。次が、じゃん、これなんだろう。え、待って、これ何？なんだこれ。人工皮膚？違うわ、これ小顔にするやつだ。最近ね、矯正を再開したからか、マウスピース矯正とかしてる人分かると思うけど、なんか口周りの筋肉使わなくなって、なんか顔が垂れてくるんだって、ブルドッグみたいに。だからちょっとこうで上げようと思って、寝てる間とかにこれつけとくといいみたいなのね、書いてあったから買ったんですよ。そしたら次、あ、これもね、春夏めっちゃ大事だよ。クリープになってて、この胸のところが開く服がこれから骨質多くなってくると思うから、谷間がペッて出ちゃったら嫌じゃないですか。だからここを貼っとくやつ、こういうの結構大事だよ。ブラ紐とかもそうだけど、出てたらね、色気のあるっていう感じよりかはちょっと下品に見えちゃったりするんだって。見せない美学ってあるから、見せない美学マジしっかり意識してね、頑張ろう。軽い女に見られないために、セカンドガールにならないために、本命の女になるために、こういうのはね、しっかりと隠していくことが重要。次、じゃん、あ、これもね、完全に私利私欲のもと買いました。目のラインとかをさ、これで描きたいなと思ったんだよね。今ダイソーのブラシ使ってるんだけど、ダイソーのブラシがね、一回使うと毛がバッてなって、またアイプチで固めて、またバッてなってっていうのをね、毎日やってるの。だからちょっともう引退もう視野に入れて、新しくね、購入しました。次、待って、この3つね、めっちゃ紹介するの楽しみ。まず1個目、これレビューがめちゃくちゃ良くて、化粧するときにめちゃくちゃ愛用してるものなんですよ。先に言っちゃうと、キープミストなんだけど、このキープミストがさ、姿勢肌さんにも乾燥肌さんにもいいみたいなレビューで書いてあったような気がしたんだよね。どっちかだっけな、化粧の揺れづらさをめちゃくちゃ感じたとか、そういう声が多くてね、それちょっと買うしかなくないと思って買ってみた。ちょっと吹きかけてみるね。ちょっとリちゃんから離れます。え、待って、めっちゃいい匂いする。でも化粧品の匂いが苦手な人とかはちょっとこれきついかも。化粧品というか化粧水っぽい匂いがする。で、めっちゃミストは細かくて、まあ、かけただけじゃちょっとわかりづらいよな。本当にメイクキープができるのかっていうね、そこがすごく重要だと思うんだけど、これね、レビュー良かったんですよ。だからもし今後 Y のメイク動画で出てきたら、これはリピートしてるんだなって、良かったんだなって思って。でも Y の場合これティルティルを超える必要があるからね。ティルティル超えなかったらまず出ないから、ティルティルのを超えるのって難しいよ、これ。ということで、これはね、ちょっと期待大。次、じゃん。これセルフネイラーさんが多分結構歓喜するやつ。これは TikTok で見つけたんだけど、かけの替えなの。セルフネイルする人ってさ、まあ、ダイソーでも何でもいいけど、ハケあるじゃないですか。ちょっと塗りづらいなって思うハケない？それを一定のクオリティにしてくれるっていう。ただのハケなの。こんな感じになってるやつ。こんないっぱい入ってるからさ、なんかちょっとこう注射器の先っちょみたいに見えるかもしれないけど、この動画ではダイソーのやつにもくっつけられるみたいな。大きさ調整したりとかしてね、くっつけられるみたいな感じなんだけど、これまずこれついてるからさ、普通につけてこうやって塗って使い捨てで終わればめっちゃ良くない？これこんなにいっぱい入ってんの。見かけた時速攻カートに入れて、でもシーン買う予定がまだなかったから、ちょっと眠らせたままにしちゃってて、売り切れるかなって思ってたんだけど残ってたやつ。これマジセルフネイラーさんはね、買った方がいい。ハケがしかもめちゃくちゃ柔らかいの。比べ物ならない。平たいハケになってて、で先っちょも丸くなってるから、甘皮側綺麗に塗れそう。際の際まで綺麗に塗れそうだから、これマジめっちゃ期待度が高め。そしてラスト、最近すごく TikTok で話題になっている化粧品が貼り付く下地。これも C グラムから出ていて、なんか別のブランドも似たようなこうペタペタする下地を出しているのかな。これね、シーンからも似たようなやつが出たっていう。やばくね？緑の下地なの。 C グラムグッドグリップっていう、これを下地として使うと顔にペタって、ファンデーションがより密着するっていう。その TikToker さんはね、本当にね、超大絶賛してて、もうその下地自
体はめちゃくちゃリピートしてるんだけど、シーンからも出たって言って丁寧にねレビューも出してくれててね、動画もねそれめっちゃ見たんだけど、わなんか別に普通なんだけど、普通のサラッとした下地、これがちょっとこう乾かすとペタペタしてくるんだって。顔に化粧品が張り付くぐらいペタペタするんだって。このペタペタがファンデーションを密着させてくれるっていう。え待って、ここだよ、えぐ、あーさすがに、ペタペタしてる、すごい、使いたい。ちょっとレビュー動画出すかもめっちゃ迷う。出せたら出すわ。出さなかったら、まあ、どっかの動画でちょっと感想を言わせてもらう。やばー、ちょっとこれ楽しみすぎるんだけど。すごいね、マジで。シーン。ということで。ワイにしてはさ、めちゃくちゃ早く撮り終わった。49分で50アイテム紹介し終わった。で、これが何分の動画になってるかわからないけど、ちょっとカット頑張って、短い動画に頑張ってするね。目指せ。20、ちょっと。16分とかにできんのかな？いや、わかんないや。ちょっとごめんね、みんな。編集してみて、ちょっと考えるわ。ということで、シーン、これさ、何ヶ月ぶりの購入品だったんだろう。あ、待って、2ヶ月経ってる。えぐー！ 2 ヶ月も前はシーンの購入品を出さないだなんて、ルックブックも2ヶ月撮ってないから、頑張って、後日また撮影して動画を出そう。いやー、楽しかった。やっぱシーン購入品はいいね。で、わいはね、今からこれ寝るためにね、悲惨なベッドの上を片付けてから寝ようと思います。わー、疲れたー。みんな最後まで見てくれてどうもありがとねー。ということで、今年の春はこれで乗り切るシーン購入品紹介でした。次の動画もよかったら見てくださーい。それでは、じゃあねー。おちゅー。